龍之介の小説。幻覚三宝、新紀郎、河童、アルワ法の一生と並ぶ晩年の代表作である。この時期の作品には、自身の新象風景を小説にしたものが多いが、この作品もその一つと言える。執筆期間は1927年3月23日から4月7日までとされる。話らしい、話はなく、芥川を自殺に追い詰めた。 様々な不気味な原子、関連妄想が描かれている。芥川は1927年福読自殺を図るが、生前に第一章が雑誌、大調和に発表され、残りは遺構として発見された。遺構中では、唯一の純粋な小説である。僕は、知り合いの結婚披露宴に出席するため、東京のホテルに向かう。 途中、レーンコートを着た幽霊の話を耳にする。その後、ことあるごとに、季節外れのレーンコートが現れ、僕は、だんだんと不気味になってくる。披露宴後、そのままホテルに投留して、小説を執筆し出した時、僕は、義兄が、レーンコートを着て歴史したことを知る。時折、僕の視界には、半透明の歯車が回るのが見える。 やがて東京に耐えきれなくなった、僕は、ホテルを出て、妻の実家へ帰るが、そこでも不吉な現象は続く。激しい頭痛をこらえて、横になっていると、妻は、お父さんが死にそうな気がしたという。僕はもはやこの先を書き続けることも生きていることも、苦痛となり、眠っているうちに誰かが締め殺してくれないだろうかと、望む。同時代の作家の複数名が、 アクタ川の最高傑作と表している。一方で、書きすぎて雑音があるとする表もある。2009年度第104回の石国家主権において、視界に見えた、歯車の表現から、その原因として、頭痛を選ばせる出題があった。ありがとうございます。